ニーロー開花パーティーでニーローなヒダバーバラ、あと一人コレイか主人公どっちがいいですか。これはあくまで私の感想なんですけど、ニーローの開花パーティーはコレイより草主人公の方が安定しますね。コレイの元素爆発にゃんことレジャー頼むよ。これアンバポンポンポン、あれめちゃくちゃアホみたいに草元素つきます。これすっげー、なにこのコレアンバー人形が暴れ回って草元素だいぶつきます。ただね、範囲がだいぶシビアでね、ちょっとでもモンスターが動いたりとか、動き回るマグ元気とかね、動き回るモンスターだったり、あと誰、ヒルチャールが100匹出てきて次から次へといろんな場所で湧くようなヒルチャールが相手だと、まあ刺さんないね。相手がなんかどっしり構えて動かないような時はコレイの方がいいかもしれんけど、基本的には開花狙うんだったらコレイより草主人公の方がいいんじゃないかなと思います。あの元素爆発信頼感度、これ水元素変化したらだいぶ範囲が広がって、あとしかも攻撃判定も広がるんで、定期的に爆発する草元素のダメージがね、モンスターが3体ぐらい、3体全員に草元素ついたりもするんで、ニーローの開花パワー草主人公派かな。人生初スパです。先日ニーロー界でバーバラの生物が海染め4だったと思いますが、私は普段ニーローは HP ブッパー、ナヒダ森林4、草主人公共感4、バーバラ楽園4で組んでるんですが、楽園4ってあれか、開花が強くなる効果か。全然楽園4でいいですよ。どうだっけ、開花パーティーで開花反応を一番起こしてんのは水元素の方が開花反応って起こりやすいんだよな。だから確かに水元素キャラクター、ココミンとかは水元素のクールタイムがゼロで、ココミン、草主人公、誰だ水キャラ、ニーローかのパーティーの時って結構ココミンの熟知使う場合が多くてね、全然バーバラ楽園4はありだと思います。ただ水元素がつくタイミングによっては楽園4にしてもあんま意味がなかったりするから、まあ、そこは注意です。